ecdysis is the molting of the cuticle in many invertebrates. since the cuticle of some kinds of animals typically forms a largely inelastic exoskeleton, it is shed during growth and a new, larger covering is formed. the remnants of the old, empty exoskeleton are called exuviae. ダヴィンチの書いたガンの聖母の中のイエスは脱皮,脱皮しています。なぜなら岩窟の聖母の中のイエスは人間ではなかったからです。 では、画面を見ながら説明します。ジョルジオ・バサーリです。1911年生まれ、1 5 7 4年没ということになっています。そのバサーリがこんな、まあ、絵画を残しています。向かって左側の裸の女性に注意してください。この裸の女性は右手にです、ね、直角定規とコンパスを持っています。つまり、フリーメイソンのシンボル、マークということになります。つまり、このような形で、えー、バサーリは 自分がですね、フリーメイソンのメンバーであることを示しています。えー、ミケランジロがですね、ペーター像の中でイルミナティのメンバーであることを示していることを考え合わせるならですね、えー、ミケランジロとバサハリは仲間だったということになります。まあ、直角定規とコンパスですね。まあ、このような形で、えー、自分の立場を明らかにした、イコール アンチロマンカトリックの姿勢を鮮明に打ち出したということになります。そして、周りにいる人たちはですね、背中に奇妙なコブといいますか、ヒレがあります。中深くご覧ください。ありますね。すなわちこのような形で周りにいる人たちは、レプタリアンであることを示しています。で、同時に、もう一人手前にいる人、この人も実は背中にヒレがあります。えー、連続して考えてください。 で黒く塗りつぶしてあるといいますか、隠し絵手法になっていますから、やや見にくいんですけども、これ、黒いひれですね。すなわち、まあ、人間にはないひれがあるということですね。ミケランジェローも、ですね、失礼な礼拝堂の天井画にそれを描き残しています。これは、ノアと3人の息子の絵なんですけども、中央にいるこの男性に注意してください。同じ、全く同じ手法で、同じように描かれたひれがここにあります。 この男性の背中を見てください。立てて反転していますと、区別がつきませんね。それから同時に筋肉の、まあ、描き方といいますか、ボコボコとした筋肉の描き方にも注意してください。まあこれ同じ画家が描いたと言ってもですね、まあ誰も疑わないと思います。中部ー画をご覧ください。ただややね、あの形っ言ってますが、えー、違いますけども、えー、しかし同じ画家の絵だということはこれでわかるわけです。なあち、 ジョルジオ・バザーリとミケランジェロはこうして繋がっていくわけですけども、まだ同一人物だったということを言うためには、まあ、2つ3つハードルを超えなければなりません。ともかくも、このバザーリ、左側のあ右の絵とですね、それからミケランジェロの描いた左の絵とが一致しているということです。共にヒレがあります。で、さらにですね、このジョルジオ・バザーリの絵の中には、奇妙な点があります。この男性の足を見ていただきたいと思います。で、この何かしら薄い透明の衣、 のまあ、ズボンのようなものが入っているのがわかりますね。まあ、いわゆるストッキングのようなものが入っているわけです。しかしよく見るとまあ、輪郭線のところでぼやぼやしています。ここが重要です。全部からご覧ください。で同じような絵を実はレオナルドダヴィンチも描いています。まあ、A、Virgin in the Rocks ですね。岩窟の聖母です。このイエスを見ていただきたいと思います。ここでまあ、イエスのですね腹とそれから足を、えー、注意してみてください。この腹ですね。 やはり同じように透明な衣を着ているかのように見えます。マリアの手はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。そして足を見比べてみてください。何かしら皮膚が浮いたと言いますか、皮を剥いだようになっていますね。で、このような形で、えー、ダヴィンチはイエスがですね、人間ではなかったということを示しています。で、それと同じ手法でバザーリも絵を描いているということですね。同じ、同じようというか、まあ、あ同じですね。で、まあ、 爬虫類類のですね、えー、脱皮の写真を集めてみました。で、比較してみますと、同じだということです。ここが重要なポイントですから、皆さん、中,中部深くご覧ください。下が爬虫類の脱皮です。で、上がイエス、まあ、ダベンチの書いたイエスと、それからあバザーリの書いた男性です。わかりますか同じだということが。で、もう少し詳しく調べてみます。 つまりこのような形で、まあ、今言いましたようにダヴィンチはイエスが人間ではなかったということを示しています足を拡大していましたそして爬虫類の写真と見比べてみますでまあ爬虫類のです、ね、ダッピの様子白い皮となってめくれている様子がわかりますねでこのポコポコというか何て言うんですかねこの脱皮した様子ですねその様子とそれからダヴィンチの描いたイエスの足の様子それから 腹の様子をですね見比べてみてみくださいちょっと見にくいかなっていう感じですけどもあの、皮膚がめくれてますね。そして一番下、足ですね。やはり同じように皮膚がめくれています。まあ、ダヴィンチはこのように、まあ、正確に描いたというよりもこれも写真技法を使って、まあ、描かれた絵ということになります。ダヴィンチ自身は、私が知っているダヴィンチ自身は絵を描いていません。で、右がバサールです。左が ダ・ヴィンチですね。やはり同じ手法で書かれているということですね。こうして、今度はバサハリーとダヴィンチがつながっていきます。もう一度比べてください。ここがポイントです。バサハリーも同じように皮膚がめくれるといっていてますが、浮き上がった足を描いています。ダヴィンチの描いたイエスの足もそうなっています。なあち、これらの人,々は人たちはですね、脱皮している、自分の皮を剥いているということになります。ューブがご覧ください。 右が爬虫類、左がジーザスクライストです。ということになってますね。本当は餌なんですけどもね。まあ、その説明もどこかでしました。これはイエスではありませんよ。餌なんですよ。それで、脱皮の話を続けたいと思います。レオナルド・ダヴィンチの書いた岩窟の聖母です。で、この、まあ、いろいろ名前がありますけど、これは男性です。女性に見えるかもしれませんけど、男性です。その証拠が な礼な拝堂のこの人なんですね。この人の周りにはあと4人ほど書かれてますけど、みんなつっついているものがついています。この人だけは隠れてるわけですけどね。比べてみてください。ですから、この人もだ右も男性だということになります。ミケランジュの中に書いた、失礼な礼拝堂の中の、まあ、男性像ということになります。そして、やや傾けが違いますからあー、比べにくいんですけども、違いがないという点で、この両者は同じ人と見ます。で、まあ、この人はですね、背中にひれ、えー、があります。中部からご覧ください。 でこのヒレとですね、先ほどのバザーリの書いた男性のヒレとまた一致するんですね。ここにヒレがありますね。で、すなわちミケランジェロはこのような形で、この人は男性であり、レプタリアンであることを示しています。顔に騙されてはダメですよ、皆さん。ね事実性。はい、女性の顔に騙されてはダメですよ。はい、左がこれがあのダメッチの書いたガンクトの成分の中の人です。右がミケランジェロの書いたあ男性ですね。 で、この人もやはり皮膚が浮いたようになっています。ぼやーっとしてるんですね。まあ、このような形で、まあ、あの、皮膚がめくれるタイプの人であったことを示しています。その証拠にこの左上ですね、二重線になってますね。なわち、皮膚がこのように、まあ、重なっているということを示しています。あの、皮膚がめくれているところはですね、からラファエルもそうなんですけども、輪郭線がはっきりとしています。ダヴィンチの絵もそうです。ガンクの成分もそうです。なわち、このぼやっとしたところは、皮膚が、まあ、いわゆる、まあ、 もうう一枚あるということととを示しているといるうここになります、まあこのような形で示して、そしてここでまたダヴィンチと、それから、まあ、あのミケランジロがつながるということですね。左がダヴィンチ、右がミケランジロということになります。そして同じような表現で、方法で、このイエスの皮膚も書いてあるということですね。えー、あこの,あのイエスもそうなんですよ。あの輪郭線が下の方はあのぼやけています。顔のめくり手というところは輪郭線がはっきりとしています。 まあこのような形で、えーまあ、皮膚がですね、メカルルタイプの人間であったということになります。タッピするタイプの人間であったということになります。なあち、ダヴィンチの書いたイエスは人間ではないということになります。で、ルネサンスの操り人間たちの話をします。で、私たち人間はですね、明らかに、まあ、完全にパーフェクトにだまされましたね。これがダヴィンチです。 これがミケランジョルです。まあ、今あ、年代表にしてみました。そして一番下がジョルジョ・バサーリです。それで、ほぼ重なるんですね。この間、ラファエロが入りますし、まあ、いろんな画家が入ってくるわけですけども、シンロレディも入ってきます。それ後でまた説明します。でこのようにして、ちょうどこの1911年から1919 19年の間に三者が重なるということですけどもね。まあ、バサーリはまあこの頃子供でしたから影響を受けたということもないわけですね。 で、もう一度がん、岩骨の成分に戻っていますけれども、そして、バサーリの描いたこの絵と比べてみます。そして、中央がミケランジョロです。まあ、この、ここでは、とりあえず三者を調べてみます。それで、この、先ほど言いましたように、左のこのイエスと右の男性は、皮膚が同じであったと。そして、中央のミケランジョロと、それから、右のですね、バサーリの男性の背中には、ヒレがあると。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけですね。 それぞれがまあ関連性を持っていていますか、有機的につながっていくということです。中部からご覧ください。まあ、いわゆる左のダヴィンチの絵と右のバーサールの絵がつながり、そしてバーサールの絵と、それからミケランジョの絵がこうしてつながっていくということはですね、まあ 誰か,が誰かを盗、ね、作あるその真似て書いたということになりますけども、私は一人の画家が書いたと思います。というのはですね、500年間も誰も気がつかなかった,かかったわけでしょ。バサハリーだって気がつくはずがないんですよ。林博士が気がつくまで誰もこうした事実に気がつかなかったんですよ。ですから、500年間誰も気がつかなかったことをですね、こうしてバサハリーがしてた、ミケランジュがしてたということはありえないわけです。すなあちこれ、これらの画家はですね、その上でもう一人の まあ、いわゆる j e ス・ u s Christ 1500年に操られていたということになります。みんな1500年後のイエスです。左が今から2000年前のイエスと林博士は判断しています。で、結論ということになりますけれども、もう一つの、えー、年、 ってますか、ね、代表を見ていただきたいんですシニョレイディそれからダヴィンチです。全く同じ顔です。目と鼻を除いて全く同じ顔です。つまり一人二役の画家だったということ。すなわちダヴィンチは存在しなかったということになります。そしてミケランジロ、それからラファエルと続きます。それから人間には描けなかった絵を描いたということで、このレンブラントも私はあげました。それからブーグロー、それからコット、それからブラ,ッドブラッスト、いきます。これらもみんな写真技術を使って描いたというふうに説明する人もいますけども、人間に描くのは不可能な絵を描いています。そしてえー ベケランジョルと、それからプラス、一番右のブラウスは同じ顔です。で、これらを操ってたのが1500年後、あるいは2000年後のイエスということになります。このイエスがですね、まあ現在もいてですね、そしてこうした画家たちを操って人間との接触を保っていたということになります。そしてその左の中央がですね、これは2000年前のイエスで、その顔をもとにして、えー、左のウェルスリモデリングの原型ができて、そしてこの 男の顔ができて、そして現在私たちは知っているミケランジェロの、まあ、いわゆる死んだ時の肖像画が,ができたということになります。この上の3枚はですね、左上の3枚は、これは捏造された。 いわゆるダヴィンチの自画像ということになります。このダヴィンチと、あーまあ、ブーロとやや顔が似ているところも気になります。で、先ほど言いましたように、えー、シノレリとダヴィンチは全く同じ顔です、その証明もしました。そして、ミケランジョロと、それから一番右のブラースもですね、花の形と頭の掛けたところを除いて、よく、まあ、ほとんど同じということですね。その中に今日、ジョルジオ・バザーリが加わりました。これが今日の結論ということになります。まあ、ジョルジオ・バザーリも大変怪しいということになりますね。 これらの画家たちはみんな1500年後のイエス、あるいは2000年後のイエスに操られた、操り人形画家であるいは芸術家であったということになります。これが林の結論です。まあ、続くビデオどうかご覧になってください。バイフォンナウ。Jesus Christ was Resurrected in the Renaissance after he was crucified, but as a matter of fact, Jesus Christ who was crucified was a proxy of another Jesus Christ. Today's story is a bit complicated, and I Hiroshi Hayashi, say here in this video that there were two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ, and another one is a proxy. The proxy one was crucified. For the real Jesus Christ on that day in the year. Then Jesus Christ was resurrected, or as a matter of fact, the real Jesus Christ came back to this human world in the Renaissance and utilized such human artists as Luca Cinarelli, Verrocchio, Leonardo, and Michelangelo as his obedient servants. I don't know his purpose and reason why the real Jesus Christ did so, but there appeared Jesus Christ after 1500 years after the proxy was crucified on that day. This is the main flame of this video and you will know this hidden secret of the history and it's my privilege that I, Hiroshi Aishi, can show you another version of human history, which has been warped since the beginning days of the human history. Here is its proof and evidence. Oh, I almost forgot to talk about Jesus Christ, who was crucified for the real Jesus Christ on that day. Of course, the proxy of Jesus Christ, who was a human, was killed on that day and died on that day. Because he was just a human, like other proxy such as Cinerelli, Bellocchio, Leonardo, Michelangelo, and some other artists and important men in the history. You can read this fact with me in this video through the two paintings. One is the Battle of Angeli, and another one is the Battle of Cascina. Both of which are said to have been created by human artists, Leonardo and Michelangelo, or Artist. Now is a time when we should know this message from Jesus Christ as well as another hidden history of us humans. Our history has been concocted not by God but by humans ourselves. 買い玉でした実はもう一人別のイエスなる神がいました。今日の話は少し複雑ですが、つまり二人のイエスがいたということです。一人は本物のイエスであり、もう一人は替玉のイエスです。その替玉のイエスの方が処刑されたということです。そしてその本物のイエスがあのルネッサンスという時代にこの地球に現れています。そして彼の従順なしもべとして、 シノレリ、ベロキオ、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロといった人間たちを利用しました。その目的と理由は今のところペンディングにしておきます。これがこの動画の講師ですが、私、林弘氏はこの動画の中で証拠を添えて人間のもう一つの隠された歴史について話します。私たちが知っている人間の歴史は神々というより人間自身によって捏造されていたということです。 つまり、ルネサンスについて言えば、シノレッリ、ベロッキオ、ダヴィンチ、ミケランジョロなどの画家たちは、本物のイエスの手下、つまり、替え玉だったということです。私はこれらの事実を2枚の絵画、つまり1枚は、ダヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦い、それにもう1枚は、ミケランジョロが描いたとされるカッシノの戦いの絵を中心にここで説明します。つまり、彼らの作品はどれも、 本物のイエス、つまり1500年後のイエスによって作られていたということです。そして、それらのメッセージがこの絵の中に織り込まれていましたあ。そうそう、言い忘れるところでしたが、では、あの時処刑されたダ玉のイエスはどうなったかですね。もちろん、そのダ玉のイエスは死にました。一人の人間だったからです。広しはハーマーセリジャパン。 では画面を見ながら説明します。上はミケランジェロが描いたとされるカッシュノの,の戦いの絵です。そして下はダミジェが描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。共に壁画の下絵として描かれたものです。また同時にこれらの絵はですね、壁画として描かれる予定のものだったようです。でこの構造を見てみますとですね、下をやや横伸ばししてみましたけども同じだということですね。 でさらに上の絵にはですね、775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味だそうです。で下がですね、例えば一つの例ですけども、ここに竜が書き込まれています。まあ、この中には十数個の隠し絵がかあの描かれています。そして下にはですね、イエスが倒れて頭から血を流している様が表現されています。まあ、このように、共に隠し絵であるということですね。そこで、これら人物に 注意してみます上は何度も説明しましたが、上は、まあ、赤丸で囲んだのはですね、イエスということになります。で、この7502という数字に注意していただきたいんですけども、この 絵はですね、ミカラジロが書いたんですけどもまたダヴィンチが生きている時に書かれたものですとなりますと、えー、ダヴィンチはですね67歳の5月2日に亡くなったということになってますけどもその死亡日もあらかじめ予定されていたと言いますか捏造された死亡日であることがそれでわかりますなあちイエスは復活したと、えー、いうことになるわけですね聖書によってというふうにまあ理解できるわけですそして775027から数字をとって ダヴィンチは死亡、自分の死亡日と、まあ、したわけですね。まあ、あらかじめ自分の死亡,日死亡日を決めていたということは、彼の死亡日は捏造されたものであることが分かります。繰り返しになりますけど、ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。なあち、今、下の左に、まあ、皆さんにお見せしているのが、リオナルド・ダヴィンチの今から2000年前の姿ということになります。それはあの顔の称号で分かります。 それもあとで説明いたします。で繰り返しになりますけど、775027というのは、まあ、そういった意味を持つ数字であったということになります。それで、まあ、その数字に合わせてですね、67歳の5月2日に、まあ、ダ・ヴィンチは死んだということになるわけですね。年の 67歳の5月2日という数字を、まあ、彼は選んだものと林漆は考えています。「メイというのは5番目の月という意味ですからね5月ということになるわけです。まあ、こうしてミ、えー、ケランジェロは、まあ、隠し文字を隠してそして、まあ、私たちにメッセージを残したということになります。 で一方、ダベジンジが変いたとされる暗原の戦い。その中の一つの例をこれから皆さんにお見せしますけれども、この下に倒れている人がいますね。でここに、この人に注意してください。これを反転しますと、頭に後輪が書いてあるのがわかります。なあ、これも騙し絵の人つですね。後輪に、まあ、血に見せかけて後輪を書いたということになります。で、頭から血を流しているということになるわけですけれども、これがまあ後輪、波動になるわけですね。 でその人、これが、まあ、イエスだという証拠にですね、この人の左手をの甲を見ていただきたいんですけども、成痕が描かれています。なあち、この人はイエスだということになるわけですね。で、まあ、ダヴィンチの描いたとされる方の絵では、イエスは死んだということになってますし、それからミケランジェロの描いた絵の方では、イエスは復活したとなっているわけですね。なあち、二人のイエスがいたということになるわけです。 まあ、いわゆる、処刑されたイエスと、それから復活したイエスですね。復活ということはまた現れたということですね。まあ、成功をしっかりと皆さん確認しておいてください。まあ、このように、全く正反対の絵を描いたように見えますけども、もともとこれらの絵は、えー、1500年後のイエスによって描かれたものだっていうふうに判断すれば謎が解けるわけです。で、もう一度検証してみますけど、この人なんですね。で、あ 足の皮はペロッと吐いてますね。そして頭には鼻かむりをかぶっています。なじち、これらのレプタリアンの群像の中で王であることを示します。そして、ダヴィンチ自身が書き残したスケッチ画と比較しています。これは、えー、まぁ、あ、リオナルドダヴィンチということになります。この両者は全く一致します、まあ。ポーズだけが、ポーズが同じだけではなくてね、他の部分も一致するということです。二つに割れた顎。 頬,ですね、頬骨の大きな頬骨、それから小さな耳、その耳の下に、まあ、コブがありますね。そういったところ全部あの共通するわけです。顔の称号の場合はですね、違うところがないという点で判断して、同じと判断します。それは皆さんがご家庭で出てますかね、撮られている写真と同じように考えてください。で、目の耳の下の出てますか、そのコブが特徴ですね。そして、尖がった鼻、2つに割れた鼻先、鋭い目、細い眉毛。 というふうにして一致していくわけです。なおち左が、これはあージーザスクライスとなるわけですね。この人の、まあ、左腕がですね、えー、ミケランジの掘ったペーター像のー右腕のコブと一致します。そのについてのビデオは後につなげておきます。それで、アンギャリの戦いの方に今度は焦点を当ててみたいと思いますけども、この中には何人かの 男の人の人描かれてますけど、全部同じモデルを使って描かれたものと林博士は判断しています。比べてみてください。ややディフォンメーカーして強調してありますけども、モデルは一人だということですね。先ほど言いましたように、違うところがないという点で、これは両者は同じと林博士は判断しました。耳の下のコブとかね、鋭い目、それから平たい、まあ、大きな口で、とか尖った鼻などを皆さん順に見てください。なあち、アンギャルの戦いの男たちは皆、いわゆる、まあ、自分、 えー、1500年イエスがですね自分をモデルにして描いた絵だということになります。まあ、描いたというよりも、まあ、今でいう、まあ、コンピューター技術を使っていたと林許は判断しています。繰り返しになりますけども、顔の,あのいわゆる判断はです、ね、違うところがないイコール同一人物と見ます。それは皆さん自身の写真でもそれが言えると思います。でこれが暗言の戦いですけども、まあ、いろんな絵が隠されているわけですけども、もう一度この,この人も見ていただきたいんですけども、 一見違ったように見えるんですね。ところが、細部の特徴は共通して表現されているということです、まあ。大きな口ですね、それから小さな小鼻、頬骨といったところで注意してみてください。なわちここに描かれているのは全部1500年後のイエスということになるわけですでもこの右の顔はですね、私は今から2000年前のです。 キリススト教を立ち上げた時ののイエスの顔だと判断していもうその証明もこの数日のうちにいたしました。そちらの動画をどうかご覧になってください。で、こうして暗言の戦いの中に描かれているこの男性ですね。これらは皆、まあ、一人の人物ということになるわけです。このイエスだけはね、あの別の人物かもしれませんけども、まあ似てるということで取り上げてみました。 この人もそうですね。で、上がダヴンチ自身が結婚したイエ,スイエスの顔ということになります。その証明もいたしましたので、この前後の動画をどうかご覧になってください。なおちこれは全部一人の、まあ、人物、なおち、えーまあ、イエスですね。ジーザス・クラストの顔をベースにして作られた顔だということになります。で、結論ということになりますので、まあ、結論を話しておきます。 で、今言いましたように、アンゲルの戦いの中のこの男性の顔はですね、えー、元々になってますか、右のですね、イエスの顔を元にして作られた、まあ、ディフォルメ化した顔だということになります。そしてその右がですね、これがミケランジューの書いた、まあ、レプトラリアの群像の中のキングということになるわけです。すなわち、イエス・キリストですね。で、この人の腕と、それからピエダ像のイエスの腕が、腕があの、コブが一致します。いわゆるまあコンセプトが同じだということですすなわち、これはみんなイエス・キリストということになるわけです。 そして、まあ、なて言いますか、ダヴィンチという画家が活躍した。これもダヴィンチの作ですね。そしてミクランズ、ジョーンが活躍したことになるわけです。まあ作り方のコンセプトといいますかね、その定流に流れる思想がこうして一致していくわけです。なあち、これは、まあ、二人の芸術家ですね。いわゆる替え玉だということになるわけです。で、もう一度それを説明します。で、年代中に考えてみますけども、まあ、これがあの、 いわゆるキリスト教を立ち上げた当時のイエスの顔だっていうふうに林印を判断しています。そしてこれがベロッキオの描いたセント・ジェロームですけれども、一応セント・ジェロームってことなんですも、下の図絵もセント・ジェロームですけれども、これは四者をですね、細部に至るまで同じ,同じ顔をしています。なわちベロッキオも、それからダヴィンチもと言われている学科が描いたことになっていますけれども、本当は空の学科が描いていませんけれども、ね、そしてこうした作品を左下が、ミケランジェの右下が、これが聖怪風の顔です。 それで、ミケランジェロの彫ったピエダ像のイエスと、それから聖外府の顔は一致しますで。こういうふうに見ていきますと、まあ、これら、まあ、左からシノレイディ、それからダビンチ、ミケランジェロ、それからラファイルたちのこうした画家たちをですね、要するに1500年後イエスの手,手先として働いたような、ようなれば操り人形であったということになります。で実際に作品を作っていたのは、さらにその上にいたージーザス・クライストということになるわけですね。1500年後のジーザス・クライストということになります。 でこれが、まあ、もう一度繰り返しになりますけども、左がアンギャリーの戦いの中書かれている男の絵です。中央が、まあ、2000年前のイエスの顔です、ね、先生みんなデプタレの群像と私が読んでいる、シ、ま、ナ、あの戦いの中の 人物です。同じですね。ということは、みんなこれ、こういう形でつながっていること,ということになりますね。となると、えー、ミケランジョルとダヴィンチが、ですね、その都度、まあ、丁寧に話し合って、こうい絵を描いたかということは、まあ、ありえないわけですね。要するに、その上のもう一人、別の人物がこうした、まあ、作品を作っていたということになります。 で、まとめますと、ミケランジェロ、それにラ・ダヴィンチですね。このダヴィンチの顔とシノエルの顔は鼻を除いて全く同じなんですよ。そしてこうした作品をミケランジェロは描いたと。作ったりした、描いたりしたと。で、ダヴィンチはこうした絵を描いたと言いますけども、これらの、まあ、いわゆる、まあ、操り人形と言われている、まあ、言っている私が言っているんですけどもね、画家たちはこうした作品を描い,た描いたり作ったりしたとは、ということはありえません。その上のもう一人別の人物ならち、 まあ、1500年後のイエスがですね、ルネス天気に現れて、そしてこうした画家たちを手先に使って、そして、まあ、一応そうした画家たちが描いたように見せかけて、自分の思想なりを広めたということになります。で、これがカシナの戦いの絵です。下がアンギャリの戦いの絵です。まあ、このような形で、えー、1500年後のイエスはですね、 強烈なあるいは鮮烈なメッセージを私たち人間に残したということになります。で、最後の、まあ、結,論結論ということになりますけども、このシノレリの絵を見ていただくと分かりますように、右下に1500年後のイエスがいます。そして中央に、えー、処刑されたイエスがいます。この1枚だけで,です、ね、イエスが替え玉であったことが分かります。で、右の人物は、えー、ダヴィンチの顔と一致します。で、1500年後のイエスの顔と一致するわけですね。セント・ジェロームの顔とも一致します。ということで、これがその証拠。 ということになります。中央が貝玉。そして右が本物のイエスということになります。少し長いですけども、この謎は大変は深いと言いますかね。謎が深いですから、どうかよろしくご覧ください。バイ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the real image of Jesus himself, and I am sure you will see his real image at the end of this video. And moreover, very surprisingly, I have found that Lucasino Lady knew this fact I show you here in this video, and he painted several paintings which suggest that Leonard or Jesus himself. And Jesus we say in the history is not Jesus or a concocted image of Jesus believe it or not.Here is my story about it with evidence.Da Vinci は1500年後の Yes でした。で、そのことをミケランジョルと並んでもう一人の画家ルカ・シニョレッティも知っていました。そしてルカ・シニョレッティはその事実を自分の描いた絵画の中に 証拠として残しました。つまり、シニョレイティの描いた絵の中には、得体の知れない老人が随所に現れます。人間とは違った骨格を持った頭の剥げた老人です。受胎告知の時も、イエスが幼児の時も、そしてイエスが処刑された後もです。どれも同じ老人です。なぜか、なぜか、なぜか、 私はまずここに着目しました。そしてその老人がダヴィンチの書いたジェローム、聖ジェロームですね、と同じであることを私は発見しました。つまり、ルカ・シニュレティの書いた老人とダヴィンチの書いた老人は同じだったのです。その老人とダヴィンチ自身の顔は一致します。そのこともこのビデオの中で説明しますが、それだけではありません。ミケランジョラは 私がレプタリアンの群像と呼んでいる絵の中でダヴィンチの顔を正確に模写しています。頭には花冠をかぶを被っていますが、同時に自分の右足の皮膚をベローッと剥いでいる点に注意してください。それもこの動画の中でお見せしますが、ミケランジェロはこういう形でダヴィンチは人間ではなかったということを示しました。 こうした事実を並べていくと、その向こうに巨大な謎が潜んでいるのがわかりますが、同時にそれがこの謎の答えということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスだったのです。そしてそのイエスは4世紀前後に、今度は聖ジェロームの姿でこの地球に現れます。カトリック教会では Doctor of Church わる偉大な聖人と呼び、毎年その命日を追悼しています。三大聖人の中の一人です。ダヴィンチの書いた老人というのは、この聖ジェロームだったのです。そしてその顔は自分自身の顔でもありました。つまりこういう形で、ダヴィンチは聖ジェロームというのは、私自身,私自身だったんだよということを示したわけです。が一方、 ルカ・シニョレッティは同じ顔、同じ姿の老人をマリアの受胎告知、幼児のイエス、そして処刑後のイエスと共に書き込んでいます。つまりこうした事実をつなげていくと、ルカ・シニョレッティの書いた老人はイエス自身ということになります。つまりルカ・シニョレッティの書いた老人はイエス自身だったのです。理由はわかりませんが、 ルカ・ルシノレティはその事実を知っていたということになります。そして自分の描いた絵の中にそれを表現したというわけです。順にそれを説明していきますので、動画を注意深くご覧になってください。となると、どれがイエスの真の姿であり顔であるか、もう皆さんお分かりですね。それを今日はしっかりと皆さんに見ていただきたいと思います。で、画面は今、 左が、まあ、えー、聖、ジェロームですね。そして、右がダビンチの書いた聖、ジェロームです。左の、えー、図はですね、聖、ジェロームとは書いてありませんけども、シネオリティの解体です。この両者を比べてみますと、髭のあるなし、髪の毛のね、ややふさふさしているとかいないとかという部分は違いますけども、あとは同じですね。表現の仕方、コンセプト、そして骨格ですね。特にあの、首の下の骨の骨,骨格に注意してください。 そして、やはりこう、なんて言いますかね、えー、3D モデリングの、まあ、技法を使ったのか、あるいは時間差を置いてデータを取ったのかはしませんけども、ほんのわずかだけ動いているのがわかります。まあ、これ、ギリシャ彫刻、ガンダーラ、他のね、まあ、の、まあ、遺跡に残っている聖地な絵も同じ手法で描かれているのがわかります。まあ、ダヴィンチ内は特にそうですけどもね。そして、まあ、この部分を皆さんでしっかりと確認してください。そして、左のシノレディの描いた、まあ、あの、まあ、私はこれ、あの、えー これジェイコブの書い。てあると間違えますねジェロームです。間違えました。ごめんなさい。セージェロームです。右もセージェロームですね。そして比べてみてください。でセージェロームは、右の,あのダヴィンチの書いたセージェロームはですね、下にライオンの影があの書いてありますからわかりますね。セージェロームはですね、ライオンの棘を抜いてあげて、まあ、ライオンを飼い鳴らしたという、まあ、有名な逸話があります。ですから、まあ、この右の、えー、男性はセージェロームと考えています。そしてその骨格はですね、ダヴィンチ自身が残した解剖図と比べてみるとですね、まあ 人間ではないといととうことが分かります首の付け根の下からですね、そして肩の端までざっとあの剣が伸びています。これはあの、えー、ダビッチの書いたモナリザもそうですね。そしてここの頸椎は13椎あります。えー、人間は7椎ですからね、それから肩甲骨の形も違いますね。で左はダビッチの書いたスケッチ画ですけども、まあ、このスケッチ画と比べていただくと分かりますように、やはりこうなっていますか、こ,のこうした骨格、骨はですね、人間にもあります。剣,にも,剣もありますが、しかし、まあ、得意な 大きさ、太さになっているということですね。そして大きなクオーメンができて、首のつけるから肩のつけるまで、なだらかな、まあ、 異様ななでにななでででにっていいいいるととととううここすすね。ち人間は同じスケッチ画の中の流れ、並びにですね、右のようなスケッチ画もあります。これはあの少し前にも紹介しましたが、この目に注目してください。左もよく見ますと、縦線一本だけの目ですけども、よくわかりません。しかし、右の目も、右の目の方はよくわかります。ここに注意してください。縦線一本ですね。左の方は、まあ、ちょっとこう、 眼球がどこにあるかわからないような絵になっています。で、この、まあ、この縦線一本の絵の、まあ、眼球の持ち主というのは、メケランジェロが失礼なの礼拝堂に描いた、まあ、女,、まあ、女性あるませ人の中にもあります。右の、向かって右の、まあ、この人のですね、これはあの男性ですよね。あの、そしてこの頭はですね、まあ、人間離れして、ね、すなわち人間の髪の毛じゃありませんね。そしてこの、まあ、人の目を見てください。向かって左の目が縦線一本ですね。そして右の目が、ちょっとまあ、 ちょっと変わった目をしています。まあ、それ以上言いようがありませんが、そして反転していますと、同じように並んでいるのがわかります。なあち、まあダ、ダヴィンチもですね、ミケランジロも、こういう形で、ここに描かれた、描かれている人は人間ではない。少なくとも人間ではないということを示したわけです。 まあ、これは余談ですけどもね。なあち、まあ、あのダ、ダヴィンチはですね、こういう形で、まあ、レプタリアンを表現していたということになります。で、もう一度比べてみてください。右が、システイの礼拝堂の天井画に描いた、ミケランジョロの絵です。まあ、システイの天井画の絵はですね、みんなこのような絵ですから、また私はそれを説明しましたので、また別のビデオをご覧になってください。 そういうか、こういう形で、まあ、ミケランジョロは多分ですね、こういう形でダヴィンチをからかったんじゃないかと思います。まあダ、ダヴィンチはミケランジョロ相手にしてませんでしたけどもね、ミケランジョロは常にダヴィンチに果敢なくまあ挑戦していったということになります。まあ、これがですね、ミケランジョロの書いたレプタリアンの群像と私が読んでいるものです。まあ、これは、あの、弟子がですね、スケッチし、まあ、て残したものだというふうに言われています。原画は残っていないと言われますけど、この中に一文字でイボット、そして下に7502と書いてあります。イボットというのは、まあ、 イタリアの反対側のね、あの、ボスニアの言葉で生命、生きるとかという意味です。あれは生きているという意味も訳せるんだそうですけども、7502に注意してください。これはダヴィンチが死んだ67歳、5月2日ってことになるわけですね。なあち、ダヴィンチはこの日に合わせて自分が死んだことにしたわけです。 67歳、5月2日ということになるわけですね。しかし、もうその他の解釈の仕方もあるようですね。まあ、要するに、このイボット、すなわち、生命、すなわちダ、ダヴィンチはそうして自分の死の日を設定して、まあ、死んだことにしたというふうに考えられます。ダヴィンチは死ぬわけがありませんので、67歳の5月2日という数字に合うわけですね。ですから、5、2という数字をとって、あの、そういったまあことを表現したというふうに考えられます。 そしてこの右にいるのがダヴィンチ自身なんですね。頭に花の冠を被っています。レオナルド自身です。左はレオナルド、ダヴィンチですね。まあ、この顔はあのダ、ダヴィンチ自身の実像と思われます。その顔をもじって、右の中央のミケランジェロが花冠を被ったダヴィンチの顔を描いたということになります。皆さんが持ってらっしゃるダヴィンチのあの像は巨像です。作られた、まあ、像ですね。 ま、巨像以上の、ま、巨像といいますか、作られた、根国的された、熱装された、ポートレートということになります。これがまあ、ま、ダヴィンチの実装ですね。そして、その顔と同じものを、ミケランジェロが、ま、レプタリアンの群像の中の、ま、右下とならち、まあ、あの、中世ではですね、重要人物を左下、あるいは右下に書く習わしになっていたようですね。そして、このカナカンブリをかぶせて、これが、このレプタリアンの群像の中の長であることを示したわけです。ま、これが、あの、ダヴィンチの実装ということになります。そして、この顔と一致するわけですね、ま。あ そういうこともミケランジェロは知っていたということになりますね。そしてこの顔が1500年後のイエス・キリストということになるわけです。そして、まあ、あのダヴィンチもこの顔をです、ね、自分のまあ姿として描いていたということになります。逆に言いますとね、ダヴィンチの顔とまあこうした顔、あるいはその先ほどの、ね、あジェロームの顔と一致するということは自分自身がイエスであることを知っていた。そして同時にそのジェロームは私なんだよ。イエスは私なんだよということをダヴィンチは示したということになります。 で、今度は、レオナルド・ダヴィンチの話を少し回り道をします。で、今見ました、ね、左が、これが、レオナルド・ダヴィンチです。そして、右がですね、ダヴィンチが書いたと言われている、まあ、聖、ジェロームの顔ですね。そして、比較してみますと、全く同じなんですね。違いを探すことができません。傾きが違いますから、比較の仕方がやや難しいですけども、目の、あ右,右の下のこぶね、それから、出た頬骨ね。これはあの、出た頬骨にはダヴィンチの特徴です。 それからここに、ま、小舟のようなものがあると。そして、あの、右の下に、耳の下にですね、小舟がありますね。そして、シワ。そして、このシワのコンセプトですね。同じですね。顎がですね、割れて、突き出てますね。そして、ここにくぼみがあって、というふうに調べていきます。違いを探すことができません。小さな小鼻。そして、あの、鼻の中央がやや膨らんでますね。そして、大きな口。鼻並びの悪い歯そして、歯の数が人間の数で多いように見えます。鼻の先が二つに割れている点も一致します。目の目尻の小舟、筋も注意してください。そして そしてこの細い。この細い眉毛はダヴィンチの特徴です。ここにイボがありますが、そのイボも一致します。皆さんも中深かここですね。中深くご覧ください。ということを順に精査していきますと、今も言いましたように、違いを探すことはできません。すなわち、この両者は同じ人物。のなわち、左がダヴィンチ、右もダヴィンチということになるのです。これは林博士が発見しました。そしてこの両者は同じである。そして小さな耳、耳たぶのない小さな耳ですね。そういうところに注意してください。 ま、この耳、耳というかね、あの、ま、これは人間の耳と大変よく似て、まあ、人間というか私たちの耳とよく似てるんで、まあ、よくここまで正確に書けたもんだなという,うに逆に驚きますけどもね。あの、やや傾きが違いますから穴の位置がずれています。 そして、まあ、この、ダヴィンチの書いた、まあ、ダヴィンチですよね。そして、右のダヴィンチの書いた、あこの、まあ、セ・ジェロームの顔は一致する。すなわち、セ・ジェロームはダヴィンチなんだよ。イコール、セ・ジェロームもイエス自身だったんだよ。ということを、ダヴィンチはこうして完成的に示したということになります。こうしてつながっていくわけですね。で、もう一度確認してください。 しつこい量ですけども、ここが特に今日の重要っまたポイントです。耳の下のコブ。これがダビンチの特徴ですから、あちこちで、まあ、ダビンチのね、まあ、あの絵をか描いたのを見たときには、あのこの耳の下のコブをちょっと手がかりになさるといいと思います。そして、眉毛の薄い、細い眉毛ですね。そしてさ前も言いましたね、この右の下の目には、まあ、瞬膜といって、レプタリアン独特の目の膜があの下にありますね。この眼球があって、その下に瞬膜といって、 いわゆるサメとかね、えー、昆虫とか、ハさュ爬虫類、それから犬トカゲなどにありますが、この目ジの様子も同じですね。そしてここに小さなイボがあります。ここにも注意してください。イボのイボまで正確に書くんです。何がこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、絵ということになりますね。プリントアウトした、絵ということになります。そして長い花、中央が太ってあ膨らんでいます。向かって右の目は見にくいですけども、縦線一本のようにも見えますね。中央からご覧ください。あの左の目ね。 一本のようにも見えますがそれはまあはまっきりしまませせんんこの絵でははっきりしませんそしそて、この顎のコンセプトですね。普段大きく前に突き出て。まあ、ということを今日ここでもう一度確認してください。ここが重要ですね。ということは、ダヴィンチ自身と聖ジェロームの顔は同じであるということになります。なあち、ダヴィンチはこういう形で、聖ジェロームというのは私のことだったんだよということを示しているわけですが、そのことを知っていた人がもう一人いたわけですね。それが冒頭に挙げました。いわゆる ルカ・シニルレディです。シニルレディはですね、逆に今度はですね、まあ、イエスの、まあ、告知あ、マリアの受胎告知からイエスの幼児、幼児の辞令、イエス、そしてイエスの処刑ごと、それぞれ、まあ、の絵の中にまだありますけどね、全部で、私が探した範囲では6枚ありましたけども、あの、老人、君、きっかいな老人の姿を書き込んでいるわけです。まあ、こうしてこの、まあ、老人を書き込んでですね、あの、イエス、 よりもですね、その老人の方が主体なんだよ、主役なんだよってことを示したというふうに考えられるわけです。まあ、これがね、あの、死の例の書いた老人です。もう一個こ、この、えー、レプタリアンの群像を見てください。ここで皮を剥いでますね。ベロッと。これは服を脱いでるんじゃありませんよ。あの、皮を剥いでるところです。 そして、この、まあ、これ女性でね、これ、あの、石、石とあるってことが分かりました。まあ、それについてのビデオまた今度説明しますが、この女性になりますよね。女性はお尻の顔をペローと抜いています。透明の、まあ、シースルーのズボンってことじゃありませんよ。そして右がダヴィンチです。足の顔をペローと剥いでいますね。これはあの、靴下を剥いてるんじゃありませんよ。チューブかご覧ください。これは足の顔をペローと、神秘を抜いてるんですよ、ダヴィンチが。なあち、メケランジュラはこういう形で、ダヴィンチはレプタリアンであることを示したわけです。そして、この鼻かぶりをかぶった男性は、えー ダヴィンチ自身ということになります。そして同じ絵をですね、同じコンセプトを持った絵をルカシノレディが描いています。えー、殻をベローンと抜いてますね。そしてこのお尻を見てください。薄い透明の膜を被っているように見えますね。これは膜ではなく、まあ膜は膜なんですけども、要するに皮膚だ、神秘だということです。その説明は、まああの、えー、眼屈の成分の中でも説明しましたので、またご覧になってください。 ラファエルも同じような手法で、あの、まあ、あの、各種でこの神秘を書き込んでいます。で、検証していますが、もう一度これ見てください。えー、ルカシニロリティの書いた老人誌、そしてダベンチの書いた老人誌、セジェイコムですね。そして、まあ、これが、まあ、もう一度戻りますけども、 これがシニレイティですね。そしてその周りでは、レプタリアンたちが人間を大量に殺戮しています。最後の審判なんかじゃないですよ。こういう形で、シニレイティは事実を書き残したんですね。そしてこの中には、奇妙な老人が書かれています。いわゆるまあ、受胎告知の時の一番左が受胎告知ですね。そして、まあ、さ、右の方が、処刑後の、あの、 老人ですことになりますね。そして同じように書いてあるってことはですね、全然年を取ってないんですね。この老人だけは奇妙なことに。ね。33年から4年の間があると思われるんですけども、ああ全然年を取ってないなことになるわけです。右がタベンチの書いた老人です。もう一度しっかりとご覧ください。この首の下の三角形の大きなくぼみ、そして頭のコンセプト。それからこのお腹のへこんだ様子、足のか傾けてる様子。そしてこの手の,手の位置がややずれてますけども、足もね、ややずれてますけども、まあこういう形。 してあずれてれるてことは向かってて右の方は腕を曲げてますからね、まあ、しかし同じだということは皆さん見て一、まあ、目でお分かりになると思いますしこれらの顔は、まあ比,較すまあ、比較しましたけども、まあ、比較するまでもなく同じ人物だということが分かります。では結論ということになります。いよいよ皆さんにイエスの真の顔をお見せいたします。 まあ、お分かりかと思いますけども、これが、まあ、数直線で並べていますね。で、もう一つの数直線で見て、そして一番左が、まあ、イエス・キリストが生まれた前後、中央が1000年、そして2000年と現在と続いているわけです。そして、この、まあ、例年にの、をモデルにしてですね、シノレティがこうした絵を残しています。ああ、受知そして、幼児のイエス、イエスの幼児期、そして、えー、初見後ですね、そして、えー、4世紀前後に、戦、え、闘、ーえー、ジョロームが生まれあ、生まれますね、生まれたというか活躍しま ますね成人中の成人です、そしてそのことをダヴィンチとシノレディが表現しました。そしてダヴィンチはセント・ジェロームはですね、自分だよということを示しました。同時に、ルナ・シノレディはこういう形ですね、左の上の絵の形で主役は老人の方なんだよということを示しました。まあ こうして、話を、まあ、あの、つなげてみますと、イエスは、30歳以前のね、イエスは全く不明ですからね。それもそのはず、あの30歳以前のイエスの物語とは全部作り話ですからね。イエスは誕生なんかしてませんのでね。要するに、こういう形で、まあ、死、え、のー、レディは、主役はこの老人の方だった。すなわち、老人の方こそが真の主役、イエスだったということを示したわけです。で、そのことをダヴィンチがですね、えー ルネスンん記に、セントジェロームを、聖ジェロームを書き、それは私だったんだよ。そして、その老人というのは私のことなんだよ。すなわち、私が、イエス・キリストなんだよということを、ま、示したということになります。すなわち、もう、どれが皆さん、イエスの真の姿かは、もう、お分かりですね。この、ま、年表をしっかりとご覧になってください。右のダヴィンチ、右上のダヴィンチ、そして左下のセント、 シのレディ皆さん、これが真のイエスの顔ということになります。今から2000年前も、そして1500年前も、そして500年前も、この顔の神でした。そしてイエスは人間ではありませんでした。ということで今日のビデオ終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian who also became a doctor of the church. Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial this is however just a story created by christians and as a matter of fact nobody knows who this man painted by leonardo was and where he was from the main conclusion in this video is that The man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework. And I say here as well that the man is Leonardo himself or Jesus after 1500 years. 今日の物語はダヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。 420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。 しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、称号してみるとダヴィンチ彼自身であることがわかります。 左がダヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に称号していきますと、違いを探すことができません。称号が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダヴィンチの絵は、大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。 さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人を下らないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの 骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によっては、そのようにも見える、というふうに、片付けられてきたようです。が、この男性は、レプタリアンでした。さらに、今までの私、林博史の説を総合しますと、この男性はダ、ダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。 これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、まあ、その男性の絵ということになります。まあ、レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いています。 いるということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね、えー。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこのダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三拍眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただけたんですけども、三拍眼ですね。そして、 ま、こうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、まあ、コブといいますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、あの、ものがあるわけです。まあ、こうしたところが、あの、特に目元のね、あの、コブって、こぶっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見てみますが、まあ、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛。そして、まあ、鋭い目つきですね。 まあ違いがありませんね。あのー、もちろん見る方向、角度が違いますから、あ多少違って見えますけども、まあ、違いを探す方が難しいと。そして突き出た顎ですね。そして口、大きな口。そして歯並びが大変悪いですね。ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、えー、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。なあち、ミケランジェロは ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジョロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、えー この骨格を見ていただきたいんですね。で、この湾曲した骨格、そしてここに古文がある。これ、レプタリアン独特の古文ですね。で、あばら骨も、まあ、人間のそれとは違うと。それから特に、あの、ノードボトケの下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そして、この目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。 この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻とそれからその目の上にですね、もう一,一枚こうあ、下まぶたがあるの分かりますかそしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところがその目の中の目ということになります。これがまあ今日のポイントですね。そしてこれが まあこの男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ、決定的な証拠ですね。まあそのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。 目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカ,もトカゲはですね、目の中にもう一,一枚、まあ、人間にはない膜と言いますかあ、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、中部からご覧くださいよ。ブツブツブツっとこう、点々になっているのわかりますか上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、 CD、まあ、なんていうんですかね。絵だ、絵だということですね。写真から作った絵だということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。なあち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、 もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これはあの下まぶたではありませんよ。あの向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、分かりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。 そしてその目はレプタリアン、なわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。でそれを、えー、ダヴィンチはまあ表現した。なわちこれはダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあこうしてあのダヴィンチの像が作られるこれは元のリアルイメージですね。そしてこのイメージと今お見せしましたジェローム、聖ジェロームと言われている老人と 一致すると。そしてその顔から、このダヴィンチの巨像ですね。3D、2D モデリングかですからね。3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの巨像ということになります。まあ、続くビデオの中では目の中の目ということを説明します。レプタリアンはみんな共通して目の中に目を持っていました。という話です。どうかお楽しみください。And bye! Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history, hidden secret behind our history, which we learn at school. The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I'd like to explain about it and how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in Pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance. The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketch sketched in the Battle of Casina which was also said to be sketched by Michelangelo Branotti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pietà. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man who is exactly the same as a man in the Battle of Cascina, which means that these three men are the same one single man, or Jesus Christ. Today's story starts from here, and please remember that Saint Jerome, painted by Leonardo, bears the closest resemblance with these three men. Each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see two Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ if 2,000 years ago, and the older one is Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. ピエタ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。 そして、さらにダ、ダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ペーター像のイエスとカッシナの絵の中の男と、そしてダヴィンチのスケッチの中の男がこうして繋がりました。つまり、これら3人は皆1人の人物、イエス・キリストということになります。さらに、ダメ押しをするならカッシナの戦いの中のその男は頭に花の冠を被っています。つまり、 この群像の中の王であることを示しています。で、さらにダヴィンチが書いたセント・ジェロームを見てください。老人です。この男性とダヴィンチの書いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまり、セント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで二人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは 2000年前のイエス、そして年老いたイエスはそれから1500年後つまりルネサンスに現れた年老いたイエスということになります。Hiroshaya 市、浜間市、ジャパン。Now you see these three men are Jesus Christ and you see another Jesus Christ here on the left side.Jesus Christ with a woman. whose appearance is very queer. So uh, let's compare these two men with each other, then you know that there are no difference between them, which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So be patient to compare them with sharp eyes And white mouth and a very strange bump, and also very sharpened chin, small nose, and a mouth a small mouth here, and a small bump here, and small they've got small ears and very strange nose, probably they got a very light colour uh, blue eyes. So, these two men are the same, one single uh, Jesus Christ. Jesus Christ of 2000 years ago. So, we know two uh, Jesus Christ. One is older and another one is younger. So, back again to this sketch. This sketch was created on two this photographic technology by Hiroshi Hayashi a man or woman on your right side has got a very strange head elongated with elongated skull and the man on the right side has got a very strange hat and under a cheek Chin. Then this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support he his or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a a breast, but I think he's a man. Anyway, uh, he's got a scar. I think. Uh, which is very similar to that one uh, unearthed in parkas Pelu, so I think this man is from Mars who helped or assisted Jesus Christ of two thousand years ago, so both are the same with a very queer face so. I'm sure Jesus Christ of 2000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone head man with elongated scar. This man has also very close resemblance with the man on your left side. Let make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin, you see a very strange equipment which seems to be a life support equipment, I suppose What do you think this is anyway, and also this man has got a very strange sort of equipment or sagged neck. I don't know which is which one is correct anyway he has he seems to have a very strange. Neck that is true. So, these three probably have got a very, very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on earth without this equipment or what do you think this is and i talk about a little bit about a uh, proxy of jesus christ this video was produced by me almost 2 years ago i would like to talk a little bit about holy shroud found in fidence this holy shroud was discovered a short time ago, and this they say this is Jesus Christ. this is restored image of Jesus Christ, and it says something about this in Japanese something something probably translated from the English one on Wikipedia and this is. Michelangelo Buonarroti, and this is Pietà. Pietà has got a very uh, sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange uh, arm with uh, bumps, uh, which are very similar to th those bumps uh, created on um, in the sketch in the Battle of Cascina, but also P uh, Jesus Christ has and peter has uh, also very strangely has got a very close resemblance with the uh, uh, holy man and holy shroud so this is another point important point for today's video so just compare them with each other jesus christ on the left side is jesus christ in peter and Jesus Christ on your right side is Jesus Christ from Holy Shroud So you also see there are no difference between them which indicate these two Jesus Christ are the same as Jesus Christ Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo, so I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for G uh, Jesus Christ and this is a sort of proxy is that all right to say that sort of a di sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ two thousand years ago so there were used to be uh, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ. Another one is proxy uh, Jesus Christ. And proxy uh, Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ two thousand years ago. I have got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Sinoridi Luca Shinoredi. So, anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see uh, Jesus Christ of 2000 years ago, younger one, younger one. and. This is uh, Saint Jerome uh, painted by Bellocchio. Bellocchio was also a sort of puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on hairy shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as an as obedient servant to real Jesus Christ. So I say uh, puppet artists. Cinoredi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael. These artists did not produce any paintings and uh, sculptures, or a little bit they could do that, but the these masterpieces were created by the real uh, jesus christ up to 1500 years later in the renaissance. this is my conclusion i have come to. i have come to. Uh, thank you very much for watching and please watch following videos for more information. bye for now.